ミュンヘン写本の新約聖書の最初のページ。フスハ聖書は15世紀前半にフスハの説教師により翻訳されたハンガリー語聖書。写本により断片が現在に伝えられている。ハンガリー語最古の聖書であり、さらにウラル語族最初の聖書とも言える。フスハ聖書はハンガリーのフスハが残した唯一の文献である。役者はフランシスコ会の説教師 タマーシュ・ペーチとバーリンとウイラキ。二人は共に1399年から1411年の間にボヘミアのプラハカレル大学で学び、その間にキリスト教の改革を訴えるヤンフスの教えに触れた。1415年にフスが家計に処された後、二人は1416年にはすでに聖書のハンガリー語訳に取り組み始めており、 完成したのは遅くとも1441年である。ペーチは異端審問に追われ、多くの支持者と共に、ハンガリーからモルダビアに逃れた。しかし彼らの活動は思うようにいかず、翻訳書は没収された。フス派聖書の原本は現存しないとされる。現在フス派聖書の内容として知られている文面の、ほとんどは、写本から取られたものである。現存する主要な写本として、 ミュンヘン写本、ウィーン写本、アポル写本が知られており、他にもハンガリー各地の方言に訳された断片が存在する。翻訳されたハンガリー語の文章は非常に古風で、現代のハンガリー語にない語彙や言い回しが多く、ハンガリー語史の研究上で貴重な資料でもある。例として、次のようなものがある一方で、この翻訳作業は、 最初のハンガリー語改革運動だったという見方もある。例として、以下のような造語が見られる。フス派聖書の書法は15世紀前半のチェコ、五筆記法に影響を受けている。ペーチとウイラキは、ボヘミア語の聖書法についてに習って、ハンガリー語の特殊発音を記すのに、ダイアクリティカルマークを用いている。この聖書法は、ハンガリーのフランシスコ開始のみならず、16世紀の ハンガリー語印刷物に大きな影響を与えた。ただし、現在のハンガリー語アルファベットの起源ではない。フス派聖書の最古の写本である。旧約聖書の一部を含む。162ページで、それぞれ縦2 1 6トル横1 4 2トル15世紀後半に3人の人間によって執筆されたと見られる。作成後しばらくの行方はわかっていないが、 18世紀以降はウィーンに置かれている。1932年にブダペストの国立聖地へに図書館に移され、現在に至る。ミュンヘン写本は4つの福音書を含む。124ページで大きさは縦20センチメートル、横135センチメートル。1466年にジョルジュ・ネーメティがトゥルグ・トロトゥシュで完成させた。 この写本が作成された後しばらくの行方は不明である。最初のページには、初期の持ち主として16世紀の文献学者、書籍収集家、ヨハン・アルプレヒト・ビドマンシュテッターの名が記されている。彼の死後、その膨大な蔵書とともに、ミュンヘン写本は、ビッテルスバッハ宮廷図書館に収められ、現在に至るまで、非常に良い状態で保存されている。 1958年、ウラルアルタイ文庫の一部として全文が活字化、出版された。かつて、アポルケという一家が所有していた、縦 20.8cm、横 14cm の写本。最初は208ページあったとされるが、現存するのは116ページで、湿度の高い環境で保存されていたために、最初の21ページはひどく損傷しており、 他のページもかなり傷ついている。ありがとうございます。